皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。本日は、先ほど入った情報なんですけど、いやいきなり入りましたね。なんと、8月、これ日本時間で8月13日行われる IBF バンタム級王座決定戦、エマニュエル・ロドリゲス、エマロド VS メルビン・ロペスの試合が、なんとですよ、この3日前に急遽 U-NEXT で放送が決まりました。いや、マジかといったところですね。いや、ちょっと待ってくれ。俺もね、いろいろ仕事のね、予定とかね、ちょっといろいろあるんですよ。明日は最高ファイトですよ。俺ちょっとね、最高ファイトを実況するために、仕事のね、ちょっとスケジュールとかね、すごいね、ちょっといろいろ考えてたんですよ。いや、マジかよ。ってことでね、まあこれ、やはり日曜日のね、メルビン・ロペスと、エマロドの試合の方がちょっと勝ってるかな感があるんで、まあこれツイッターでアンケート取ってもやはりそっちの方がみんな見たいということですね。なので最高ファイトはちょっと実況をやらないことにします。この日曜日の朝10時から U-NEXT で行われるエマロド対メルビン・ロペスの試合を実況やりたいと思います。皆さんね、ちょっとねチェックしておいてください。遊びに来てくださいね。はい、いやそういうことなんですけどね。いや、これなぜ3日前にこれ決まったのか。はい、まあこれ憶測なんですけど、これはね、ある程度視聴数が見込めそうなものは多分急遽入れられるんでしょうね、こうやって。まあツイッターとか、まあネット界隈の様子を見てこれ決めるんでしょうね、おそらくは。まあバンタム級といえば、まあ日本人が絡む階級ですよね。まあ同じ日にナバレッテとオスカル・バルデスもあるんですが、まあ今はバンタム級の方が日本人にまあ、絡む階級ですよね。スーパーフェザーの方は今あんまり日本人が、そんなに絡んでないですよね。まあ、バンタム級あたりはね、結構日本の、まあ、主要階級といったところでしょうか。やはりね、そっちの方が興味持たれてるんでしょうね。まあ、バンタム級には WBA に井上拓磨チャンピオンもいますよね。まあ、そして、この明日の最高ファイトの興行で、このメルビン・ロペスとエマロドのまあ、勝った方がチャンピオンなんですけど、まあ、そこに初めに、まあ、挑戦する選手、指名挑戦者決定戦が明日の最高ファイトであるんですよね。これが西田亮介選手とクリスチャン・ヒメネス選手ですね。こちらで争うんですよ。なので、ね、やはりすごい気になるところですよね。はい、U-NEXT が、まあこれ明日入るとすると、まあ2189円です。1ヶ月。いやー、また入るのか。これ U-NEXT は、例えば明日入ったとしたら、他にもこれ試合ありますかね、今後。まあその月。これでね、これ、注目カードが1個だけだとちょっと嫌だな。また入るのか。なんかね、もう本当に、なんとかしてほしいですよね、これ。はい、こういったところですね。まあとにかく、まあ、IBF バンタム級王座決定戦、エマヌエル・ロドリゲス VS メルビン・ロペスが、日本時間で8月13日朝10時からですね。まあメルビン・ロペスとエマロドがメインだと思うんで、おそらくメインは12時ぐらいではないかと思いますね。まあこれね、アンダーカードとか、あんまり注目試合は多分入ってないと思いますね。まあバンタム級がメインになるぐらいなので、おそらくそんな感じだと思います。ということで、皆さんこの試合は実況やるので遊びに来てください。はい、はい、ではね、これ聞いて良いと思ってくれた方はチャンネル登録、あとツイッター、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。